パステル家族は性による日本の漫画、漫画アプリコミコにて連載中。漫画は毎週金曜日更新。単行本はアクションコミックスコミコブックスより刊行。コミコのサービスが始まった当初からの連載漫画の一つであり、2015年1月23日よりコミコとは別に単独アプリとして配信されていた。現在は金曜日のみの連載であるが、 2014年5月27日から同年11月18日までの期間は火曜日にも連載しており、コミコ作品の中でも数少ない週に連載をしていた。かつ、今までの連載で一度も救済していないため、2019年3月現在、コミコ作品の中で最も話数の多い作品でもある。登場人物たちの日常生活を描いた作品であり、 基本的に一話ない指数話で一つの回が完結する。話数カウントは話となっており、各話のサブタイトルは回で統一されている。作中では時間は流れており、登場人物も年齢を重ねていく。また、作品の時系列的に過去の物語の内容が先の物語に関連することも多い。眉やしおりたちの幼少期を描いた回を筆頭に、 人物の過去を描いた回も数多く、その多くは回の順番と時系列が一致していないのがほとんどである。回によっては4コマ漫画風に描く場合があり、初期の頃のコメデ回で特に多い。この理由として、コミコの設立当時はスマートフォンによる縦スクロールで読める漫画形式がかなり珍しく、 多くのコミコ作家が漫画制作に宿泊していた中で作者である性は面倒だから4コマ漫画にしてしまおうと考えついたからだと語っている。ご飯を家族で食べる友達とお出かけするみんなでゲームする主人公のマヨを中心に5人家族のメーカーは原家と個性豊かなキャラクターが送る日常コメディグルメスパーダマスターコーヒー遊園地よっこら銭湯拓王の 家庭教師先作品が1話完結ないしは、数話完結という性格上、コミコ掲載の話順と単行本掲載の話順を一致させる必要がないため、両者の話順は一致していない。また、単行本収録に際し、作者の作業量を減らすために、コミコで少し時系列を戻した話を掲載し、その回を直近の単行本に収録させることで、 単行本内での時系列を一致させ、かつ、作者の作業量も減らせる、一石二鳥な利益を得られる手法をとっている。その例として、2巻収録の、ニャンニャンフロンティアの回、マヨが風を引く回がある。2018年5月11日から同年8月9日までの限定で、単行本題1巻が、AR アプリ、ココアルにとコラボしていた。コラボの内容としては、 このアプリをインストールし起動してカメラを単行本内の規定の位置にかざしてスキャンするとスマートフォンの画面上に作者のコメントやイラストが出現するというものである。ありがとうございます。